ねえねえ、ハロウィンって一体何のイベントなんだろう？可愛い洋服着てみんなで盛り上がるイベントじゃないの？みんなでコスプレして騒ぐイベントかな？一体ハロウィンって何なんだろうね？まあ、みんなで楽しく過ごせるから私は好きだけど。君たちはハロウィンが何か分かってないようだね。ハロウィンを分からない人たちはこうしてやる。あ、あたりが真っ暗になった。あれ？私たち、阿弥陀くじの上に立たされてる？く、阿弥陀くじから動くことができない。一体どうしちゃったの？あ、白い手が出てきた。体を動かされる。あ、たどり着いた。先にいたのは？吸血鬼？ハロウィンが何かを知らないお嬢さんに。ハロウィンが何かを教えてあげましょう。うわー、メムチョが吸血鬼に連れ去られてしまった。あ、俺の体も動かされる。あ、たどり着いた先にいたのは、お化け？ハロウィンの恐ろしさ、思い知らせてやる。うわー、お兄ちゃん大丈夫？お兄ちゃんも連れ去られちゃった。はあ、私の体も白い手によって動かされていく。はあ、私がたどり着いた先にいたのは、一つ目小僧？ハロウィン、教えてあげますよ。うわあ、ハロウィンについてはよくわからないけど、日本の妖怪は違うんじゃない？あ、そう言ってる間に私も白い手に動かされて、阿弥陀くじをたどっていくと、そこにいたのはカッパ？ハロウィンの恐ろしさを教えてやりますよ。あ、みんなこれでハロウィンがただ騒ぎをする日じゃないって分かってくれるといいな。みんなはハロウィンを何して過ごす？ハロウィンの過ごし方をコメント欄に書いて教えてね。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね。バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうすると、アソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると、アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。